例えば今の長さだと特に困ってるっていうのはないんですけど、うん、短くした時にどうなるのかなっていうのは逆に、まあ、におーすごい、うん、短いですはい、こんにちは。ショートボブ専門美容師のミッチーです。今日も YouTube リアルサロンワークをやっていきたいと思います。本日のゲストの彩香さん、はい、はじめまして、よろしくお願いします。ちょっとショートにしたいんだけど不安な部分だったりお悩みだったりとか300個ぐらいあるということでまず癖がちょっとあるのと、うん、癖は今の長さだと逆に自分はこのぐらいが好きな感じで、うん、特に困ってるっていうのはないんですけど、うん、パーマとか今巻いてきたじゃなくて、じゃないです。なんで短くした時にどうなるのかなっていうのは逆にちょっとあって、まあ、普段もいつもカッターから下のことが多かったので、うん、ボブにしたことが2回だけあって、1回中学生の時はちょっと毛先が少なめだったせいかちょっと横に広がっちゃって、あ、なるほど。あと高校生に切った時は重ためで、前髪も重ためで全体的に重くなりすぎちゃって、そんな跳ねたりとかはなかったんですけど、うん、重すぎて嫌になっちゃって、こけしみたいな感じになったと、はい、でなったっていうのがあって、ちょっと短いのってどうなんだろうって思って、また結局いつも伸ばしちゃう、うんうん、なるほどですね。確かにそういう方めちゃくちゃ多いです。動画だとね結構やばいみたいな人とかがすごい多いんですけどリアルのサロンワークでのご新規様いらっしゃる方っていうのはすごい多いから、うん、多分視聴者さんでもこういう方って多いんじゃないかなと思うケースですね。その、まあ、癖がちょっとあって、ちょっと短くするのが不安であったり、昔やったらちょっとなんかイマイチだったんだよねみたいな、大人になってちょっとやってみたい気持ちはあるみたいな、もうずっと一緒だしみたいなねで、なんかあれですもんね、中学生の時はなんかコテとかアイロンとかも持ってなかったっていう、そうです、ところでね、美容師さんの技術に 100% 頼り切るという感じだと、まあやっぱりね難しかったりすることはまああったり、あとはまあ髪質も中学生ぐらいだとワンチャンまだちょっと子供の髪というか、うん、そっから思春期で変わっていくことも結構あったりするので、またその当時とはね違った結果になることはまあ多いですね。で、そのショートにしようと思ったきっかけ、顔タイプ診断っていうのをやって、パーソナルカラーとかさ、いろいろついてるやつをやって、そしたらあなたのタイプだと片上の方がいいっていうか、そっちの方がより自分の魅力を出してくれるよっていうふうに言われて、うん、じゃあやってみようかなっていうのも思ったきっかけです、うんうんうん、なるほど。ネットでやったんですか、どっか行ったんですか。サロンに行って、あ、顔タイプ診断のサロンがあるの、はい、パーソナルカラー、顔タイプ、骨格診断、うん、あのウェーブとか、はい、それ、はい、そういうのやった結果、うん、ここだよみたいなのが全部こう出てきて、すごい、そんなのあるんだ、はい、顔もなんか 何パターンとかになるんですか。丸顔とかエラハリとかそういうことじゃないってことですもんね。一応そういうのもあるんですけど、うん、顔のパーツ、あ、はい、パーツの部分、ね、パーツの部分とか輪郭とかを見て、うん、子供タイプ、大人顔のタイプ、うん、直線が多いか曲線が多いかみたいな感じで、はい、自分がどこですかみたいな診断をやりました、うんうんうん、まあ確かにそういうのをやると客観的に分かっていいですよね、うんうん、あ、首すごい長いですね。そうですか、うん、このラインがすごい綺麗なんで、顎のラインも綺麗だし、お母さんの方が首が長いから、うん、自分は普通だと思ってました。いい首してますね首してますねってどういうことだよで、まあ、今日結構そのいただいた画像はわりかしショートな感じがいいなみたいな。そうですね、うん、全然ショートヘア似合うと思いますよ。よかったです、うん、まあ髪質の部分に関してが、まあ、やっぱりちょっと懸念がねあるっていうのは、まあ、まあ太さは普通ぐらい、硬さも別に普通、うん、ちょっと柔らかめかな、ツヤのある直毛と波状毛のミックス、うん、直毛な部分も多いんだけど柔らかいからなんかあんまりこうしっかりした直毛って感じではあんまりないと、うん、アイロンしてないですもんね。してないです。直毛矯正とかもしてないです。アーマとか酸熱なんちゃらとかしてないです。アイロンしてない、はい、カラーとかそういう薬液系何もしてないですか。あ、カラーは去年の8月の頭ぐらいに一回全部やってから、それ以降は染めてないです。感じとしては緩い波状毛とパッパッパッとした短いウェーブのある毛がまあ混じってる感じなので、まあ、ショートヘアにする上では基本的にそんなに大きな障害になる癖ではないです。生え癖がちょっとあるんですよ、この辺に。うん、跳ねやすいというウェーブが大きいからウェーブが細かい人だともう一回行って戻ってくることもあるんですけど、戻ってこないんですね。戻ってこない癖って振り子みたいなもんなんで、こっちに行った癖ってのはこっちに戻ってくるんですよ。それが大きいから戻るまでに時間がかかるなので、まあ、そこの部分ですね、まあ、生え癖に関してはカットラインとドライヤーで基本的におおむね矯正ができます。で、癖もあるし髪も
曲がりやすいので結構ドライヤーでいけるんじゃないかなっていう感じですね。あとはショートヘアになると朝のセットはやっぱりロングよりかはちょっと必要になります。その代わり夜がめっちゃ楽です。ドライヤーの時間が半分ぐらいになるので、人によっては夜アイロンかけちゃう。もちろん寝癖ついちゃうんですけど、寝癖の原因っていうのがその水分なんですよ。夜お風呂入る方が多いじゃないですか。髪濡れるじゃないですか。ドライヤーで乾かす、はい、けどやっぱり9割ぐらいしか実は乾いてないんですよ。毛髪内部にちょっと水分残ってて、それが半乾きであればあるほど一晩寝てる間にこうぐちゃってなってるのがそのまま乾いて寝癖になるんですね。だからアイロンで脱水をしっかりしておけば寝癖になっちゃう原因の水分もアイロンでもう抜いちゃうからちょっと寝癖つきづらくなります。まあ、そういう対処法もありますので、はい、であとスタイリング剤をやっぱつけていただいた方がいいから、こういうなんかポワポワした毛とかは長い時よりもたっぷりスタイリング剤をつけてもらうので逆にそれで隠れちゃうというメリットはありますね。あと前髪ですよね、はい、どうしようかっていう感じだったんですよね今ね、はい、顔タイプ診断でも前髪を作ってもいいし、うん、前髪を流すと大人っぽくなるよ、うん、結局どっちでもいいよってじゃあどうしようって思っちゃって、ね、いつもだいたい目と眉毛の間ぐらいでいつも作ってたのを試しに伸ばしてみるかって思って今伸ばしてここみたいな感じ、うんうん、なるほどね。基本的に前髪って日本人は大体似合うんで、まあ、髪も黒いし、わりかしショートにするし、いつでも切れるんで、うん、確かに。僕一旦なんかなしで作ってみるっていうのはありだと思うんですよね。まあ、作って可愛い方向に持っていってもいいんですけど、首もちょっと、すいません、首のこと何回も。大丈夫です、大丈夫。僕そこがチャームポイントだと思ったんで、今日の洋服の感じとかも、黒髪の前髪の長いショートヘアはね、雰囲気に合うと思うんですよね。もしよければ。ここで。引き続きちょい伸ばすみたいな。うん、雰囲気ですよね。おでこも形綺麗だから、あと 2センチぐらい前髪伸びて、も良さそう。変に七三で分けるより、なんか真ん中で分けてふわみたいな、こういうのもいいですけどね。長さがあると、絶対こうじゃなきゃダメってことがあんまりないんですよ。短いと、もうこうとか、もうこうしかできないけど、真ん中で分けてもいいし、七三とかね、九一ぐらいにしてもいいし、ショートカットにした場合は、こうやって僕みたいにこう前にこう持ってくる感じでもいいし、今みたいにちょっとこう流す感じにして、見てもいいし、いろいろできるから試してみてじっくりくる感じ探してもいいんじゃないかなと思いますし、はい、まあ来たら着ればいいしみたいな、うん、という感じで、はい、うん、あとお母さんにつむじが2個あるって言われたんですけど、つむじこことここにあります。あ、そんなに強いつむじじゃないから今それでなんかパカってなっちゃってる感じでもないんで、あんまり気にしなくて大丈夫ですよ、うんうん、勝手にやっとくんですよ、任せてください。後ろは美容師がデザインするところ、前はお客様が好きにスタイリングするところっていうポリシーでやってますので、はい、そんな感じでやっていきますね。はい、よろしくお願いします。任せて、大丈夫なんで、ここにいれば大丈夫です。ここに、はい。
このぐらい。はい。切っちゃいますね。はい。はい。切ります。じゃあ切ります。はい、どうぞ。もう、まあ、結構潔く。サクッと。やっぱり切るとやっぱりちょっとこういううねりがね少し出てくる。ドライヤーでちょっと伸びる癖なと思うんで、まあそこですよね。音するんですね。あ、そうなんですよ。レザーってこの感触が好きですっていうふうに言われること多いですね。独特ですよね。独特ですね。短めには出ます。まあ、はい、いただいた画像が、ね、もう結構短かったっていうのもあるんですけど、うん、短いにいけるなっていうのと、中短波に長さ残すと、はい、癖の扱いに困るので、逆に長めショートとかするぐらいだったら、もう切り込んだりとか、ボブとかはやっぱ跳ねますよね。ね、設定さんのね。ふと思ったのが、うん、卒業アルバムの写真を、この間全員写真、クラスの全員写真のやつを撮って、うん、今度ゼミの写真があって、うん、クラス写真とゼミの写真、髪の長さ全然違うなって思って。なるほどね。ちょっと面白いんですか。成人式もね、終わってますしね。成人式結局できてなくて、あ、私の代だと。成人式伸ばすかって思ってたら、当日まで結局グダグダしてて、成人式がなくなりましたっていうやつが来たのかなと思ったら、オンラインになりましたみたいな感じの結局来て、オンラインってなんだって思って、振り袖着てパソコンの前に立つんかいっていうね。ライブしますとかって出てて、うわそっか、その世代か。受験はどうでもいいんですよ、眠い話を聞くだけなんで。ダメだな、今どこカットだな。まあまあ分かります分かります、校長先生の話と同じぐらい。そうそうそう、市長とかのね話聞くんで、あれはどうでもいいんですけど。ダメダメダメ、動揺しているね。やっぱり会場でみんなとね会って、その後こうね居酒屋でっていう、あれがねやっぱり醍醐味みたいなところもあるだろうから、今ならできるじゃん。そうですよね。ね、1年経っちゃったけど、うん、お父さんでカメラ触れる人とかいるはずだから、誰か言ってくれてもいいのにね。僕娘がいてその立場のお父さんだったらやるけどな、はい、ここで、はい、顔割りちょっとまだ長め重めなんですけど、はい、まあ、ドライで詰めてたんですけど、はい、まあ、2年ぐらいまともにね、うん、学校行事とかできなかったからっていうニュースを見るたびに、やっぱりこう特に成人式
あたりとかは遠くない世界なので、うん、僕もすごい胸が痛くなりましたもん、見てて。一番よく分かんなかったのが、うんうん、式典の中で有名人が何人か出てくるじゃないですか、はいはい、それでなぜかフナッシーが出てきて船橋市じゃないんだけどって思いながら。ちなみにどこなんですか？世田谷なんですよ。全然違え、全然違くて、ふなっしーがなんか世田谷は緑が多くて素晴らしいなしなとか言ってて、なんで世田谷のことを喋ってるんだろうって思って、めちゃくちゃ面白いなんでふなっしーが出ることになったんだろうってそもそも思って、まあ、多分あれだと思いますそうね、本当になんか我慢してくださいとか大人は言うけど、うん、大人の1年と子供の1年ってやっぱりもう時間の流れとか全然違うから、まあしゃあないんだけど、いやでもなんかさみたいなの、僕も何もできないし見てることしかできなかったんだけど、うん、やっぱり当事者の方々の気持ちを考えるとやっぱり苦しいし、自分も何もできないしみたいな、でも仕方ないしみたいな、仕方ないというかね、こういう状況だしっていう、仕方ないっていうね、その一言で片付けちゃえば終わりなんだけど、その一言で片付けていいことではないということだけはやっぱりあるから、でも自分がもし都知事とかだったらなんて言うかなっていうふうにもう思うし、大人が決めたんだったら大人の力で代替案を出してくれよっていう感じですよね。修学旅行とかね、文化祭とかもできなかったりとかして、それで生まれる恋もあるんですよ、別れる恋もあるけど一回オンラインになったことがあって、オンライン文化祭、オンライン文化祭が一回あって何するんですかそれサイトを作って、はいはい、そこで、うん、デザイン関係の学校なんで、あ、なるほどね、ファッションショーのそこでライブをやったりとか、うんうん、生徒が作った作品をそこで見れるみたいな感じにして、うんうん、先生たちも初めてのことだし、うん、どうしていいか分かんないっていうのもあるでしょうね。もう似合ってるから大丈夫です。短い悩ましいっすね。そうですよね。結構今いろいろ振りながら乾かしながらねいろいろ見てたんですけど、真ん中分け気味にしてハンサムショート風もいけるし、まあ、自然にこういう七三っぽい感じでもいいし、あと一個思ったのは結構グッとこういう感じとかもまああり、片目ちょっと隠れちゃうけど結構クールによりますけどね。そうするとね何でもできる、割と、うん、背は全然大丈夫です。よかったよねただ今ここで切ってるから収まってるんですよ、はい、これさっきこの辺で最初切った時ビョンって跳ねてたから、うん、これがこう来てやっぱりもうちょい中途半端に長いこのぐらいのショートとかにすると跳ねやすかったりとか、うん、ボブみたいに表面がストーンってなってるスタイルは多分ちょっと跳ねます、方向で進んでいるんですいやすごい、どん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 、うん、広がってたので収まるからね。これはやっぱり誰かとやった方がね、髪が荒れないくてまとまりやすくて、しかもシルエットも綺麗になる、僕は思ってるんで、濡れてる時にガーってついちゃってもいいんですけど、どうしてもついた感じになっちゃうんですよね。短い時はピヨピヨしたりとかね、パサパサした感じにもなりやすいから、美容師さんによっていろいろねやり方はあるんですけど、僕はこれが好きだなっていう感じ。一番やっちゃいけないのが、はい、後ろにこう流すとすごいもっこりしてちょっと老けて見えますから、こういうモリッとした感じになると、うんうん、なのでしっかりサイドは潰して、まあ、こういう毛ですよね、こう、こうくる、サイドの毛がこうくるようなイメージで残すにしてもこうやって、うん、置くとなんかちょっとおしゃれ感が出てくれますから、それ意識してみてください、はい。
タイミング。いきます。はい、やっぱ流すとしたらこっちですよね。まあかなとは思ってるんですけど、うんうんうん、こっちにもできますよ。結局こっち流れちゃう気がして。流れはやっぱこっちなんですけど、うん、すごい強烈ではないから、うん、アイロンとか使えばこっちもいけるって感じですね、うんうん、懸念していた癖はほぼ気にしなくて大丈夫レベルなんで、うん、まあ、ドライヤーだけちょっとこうね前にボリュームが出ないように気をつけてやってもらうぐらいですね、うん、はい、うん、いろいろできちゃうから迷うみたいな、うん、こうこういう感じでくるっと、うまい、うん、はい、基本はこれです。で、あとも前髪をどうしたいかで、うんうん、前髪だけあのアレンジ聞かせてもらえれば OK って感じですね、はい、でヘアバンド、はい、つけます。オイル混ぜてもいいです。そうするとよりウェット感が出て、黒髪、前髪、長めちょっとスッキリめ、ショートなので何かちょっと決まりますから。このボリュームは本当にいらないからグッと溶けちゃうんで、うん、髪がない。誰この首の長さと、まあ、顎の、ね、感じとかが綺麗なので、やっぱり出ることで、まあ、チャームポイントが生きると。めちゃくちゃいいです。この感じがねやっぱりいいですよね。このちょっと頬骨あるから、頬骨付近には毛があった方がいいかなって、ね、顔周りちょっと残してるんですよ。で、まあ、前髪はあえてちょっと深めから持ってきているので、はい、まあ、カールつけてこうやって濡れた毛束がちょっとぴょんぴょんとある感じ、中途半端だから今もうちょい伸びるといろいろ真ん中分けとかもできるようにはなってくるの で横にボリューム出るとすごい高くなるから、はい、しっかり耳にかけてバームとかつけてタイトにしてもらえるといいかなっていう感じです、はい、あとは真ん中分けでこういう感じにするとちょっとフェミニンさが出る、ハンサムショットになってくれます。あと 1,2 センチ長いと本当はもっといいけど、まあ、普通に 7,3 分けみたいな感じで、ね、まあ、こういう感じとかでもまあ別にいいし、まあ、いろいろやりようはあるんで、ちょっと今やっぱり前髪中途半端だから産毛っぽくサラサラっとこういう風に落としとくと邪魔じゃなくて様にはなる。おお短い。おおすごい。後頭部ねすごい丸みのところがあるんでいい感じに丸みに出てますから、後ろはちょっとこうこういう風に流す感じ、逆に前には前は前の感じみたいな、あと前髪でアレンジしてください。はい、元気で紹介を楽しんでください。ありがとうございます。お疲れ様でした。